トマス・フィリップスによる肖像画1817年、第三代ノーサンバーランド公爵ヒュー・パーシーは、イギリスの貴族、政治家、庶民院議員、アイルランド総督を歴任した。1786年から1817年まで、パーシー伯爵の儀礼称号を使用した。1807年の奴隷貿易廃止に賛成したが、カトリック解放には反対した。 カトリック解放が行われた時期にアイルランド総督を務めており、英国議会士とアイルランド人名時典ではアイルランド総督としての働きが称賛されたが、同時代の人物には総じて国評された。第2代ノーサンバーランド公爵ヒューパーシーと2人目の妻フランシス・ジュリア、1752年12月21日1820年4月28日。 ピーター・バレルの娘の息子として、1785年4月20日に、ロンドンで生まれ、5月21日に洗礼を受けた。1796年から1802年まで、イートン・カレッジで教育を受けた後、1802年6月30日に、ケンブリッジ大学セント・ジョンズ・カレッジに入学、1805年に、MA の学位を習得した。 1809年には LLD の名誉学位を授与された。1803年8月13日、パーシーテナントリーボランティアズの隊長に任命された。父の第二代ノーサンバーランド公爵は、コーンウォールのニューポート選挙区のパトロンであり、パーシーが成人すると、同選挙区で当選させる予定を立てた。そのため、1803年に、 リチャード・ブリンズリー・シェーリダンが息子とムを1805年に初代オークランド男爵、ウィリアム・イーデンが息子、ジョージを当選させようと公爵に打診した時はいずれも拒否されている。1806年に初代グレンビル男爵、ウィリアム・グレンビルを主犯とする巨国人材内閣が成立したとき、内閣の有力者、チャールズ・ジェームズ・フォックスが 公爵に打診しなかったことで公爵の不況を買い、その代償として、摂政を大使ジョージがパーシーに、繰り上げ直書を発行するよう口添えすると申し出た、時にも公爵に拒否されている。同1806年に、パーシーが成人すると、公爵はまず、パーシーを、ノーサンバーランド選挙区で出馬させようとしたが、ノーサンバーランドでは、ホーイック死者、チャールズ・グレーの身体をめぐり、 不安定な情勢であり、オソルストン卿チャールズ・ベネットも出馬を目指した。首相グレン・ビル・ダンも、パーシー・ハクに議席を用意すると許諾して、6月中旬には、オーク・ハンプトン選挙区で立候補させる用意をしたが、オーク・ハンプトンでの立候補は実現しなかった。7月に、エニスキレン選挙区で、秋が生じると、議席を掌握する、第二代エニスキレン・ハクジョンコールから指名権を、 与えられていた政府は、パーシー伯爵に出馬を出し、パーシーもそれを受け入れた。しかし、首相、グレンビル男爵が財務省秘書官、ウィリアム・ヘンリー・フレマントルを、自身の兄の初代バッキンガム公爵が掌握する、バッキンガム選挙区で当選させようとし、バッキンガム公爵が反対したため、グレンビル男爵は、候補者を入れ替えて、8月に、パーシー伯爵を、バッキンガムで、 フレマントルをエニスキレンで当選させた。9月にウェストミンスター選挙区の議員だったフォックスが死去すると、グレンビル男爵は2代ノーサンバーランド公爵に、パーシー伯爵をウェストミンスターの補欠選挙に出馬させることを打診した。公爵が同意したため、パーシー伯爵はわずか1ヶ月で議員を辞任して、再び選挙に立候補することになった。グレンビル男爵が打診した背景には、 ノーサンバーランド公爵が政府への不満を持ち、その支持を確保したいこともあったが、公爵が有権者の極めて多いウェストミンスターにおいて、唯一勢力を有すると言える人物だったこともあった。ウェストミンスターではフォックスが、クレンビル男爵や初代シドマス子爵と手を組んで、疎格したことに求心主義者が不満を感じ、一方で、ホウィック子爵など、閣内のフォックス派は、 パーシー伯爵を支持した。海軍会計長官に就任したシェリダンは、自身がホックスの親しい友人で公的にも、ホックスの政策を熱烈に支持したため、自身がホックスの後継者として議員に就任すべきと考えていたが、兵団総監の第2代、モイラ伯爵フランシス・ロードン・ヘイスティングズの説得を受けて立候補を断念した。パーシー伯爵の対立候補になりうる。 第5代順団シャクサーフランシス・バーデットとジョン・フィル・ポット・カランが立候補を辞退したこともあり、パーシーは10月7日に無投票で当選した。ウェストミンスターでの当選からわずか1週間後に政府が議会解散を決定、1806年イギリス総選挙が行われることとなった。シェリガンがいち早く立候補を表明したため、内閣は与党候補2人の争いを避けるよう、 やむなくシェディダン支持を表明した。ノーサンバーランド公爵は、シェディダンの評判が悪く、長男の同僚として、ふさわしくないと考えた上、内閣がパーシーの当選以前に解散を決定した上で、自身に知らせなかったと怒り、パーシーの再選を目指さなかった。公爵は続いて、パーシーをケンブリッジに向かわせ、ケンブリッジ大学選挙区で当選する見込みがないことを確かめた後、 ノーサンバーランド選挙区から出馬させることを検討したが、そこで当選する見込みも薄かったため、代わりに自身の海中選挙区であるコーンウォールのローンストン選挙区でパーシーを当選させた。議会では1807年2月23日の初演説で1807年奴隷貿易法に賛成し、奴隷制度の廃止計画を披露した。さらに、 1810年1月1日以降に生まれた黒人は自動的に解放されるとする修正道義を提出して、否決され3月16日に奴隷貿易法が可決されると17日に特定の日付以降に生まれた奴隷の子供を自動的に解放するという趣旨の法案を提出したが、奴隷制度廃止論者のウィリアム・ウィルバー・フォースは議会戦術を理由に反対した。 同年4月には内閣への評価について、奴隷貿易の廃止を称賛しつつ、カトリック解放を目指したことを批判した。1807年5月の総選挙ではバーシーがコーンウォールに滞在して、ローンストン選挙区で難なく再選した。一方、ノーサンバーランドでは、父の決定により大きな動きがあった。というのも、父の二代ノーサンバーランド公爵は1806年総選挙の、 権を根に持っており、4月末に現職議員だった法育史尺が公爵に再選を目指すことを告げると、公爵は即座に自身の代表に指示を送り、集会議を開催して候補者を決めることと、パーシー伯爵が州から召集をかけられた場合には受諾して立候補する予定であると公表させた。1806年11月の総選挙では公爵が行動せず、 ホーウィック死者が無投票で再選したが、1807年5月には、アメリカ公開法案とカトリック解放問題で、ホーウィック死者が人気を失っており、英国議会誌ではこれを、公爵の行動の理由だとしている。パーシーが、ポートランド公爵派からも支持されていて、当選確実とされた一方、ホーウィック死者と、その支持者はパーシーには勝てなくても、もう一人の現職議員である。 トマス・リチャード・ボーモントには、勝てると踏んだが、選挙資金の不足により、立候補を断念、パーシーは、不在のまま無投票で当選した。2選挙区で当選したパーシーは、ノーサンバーランド選挙区の代表として、議員を務めることを選択した。再選以降は、父と同じく、コッペンハーゲン遠征を支持したが、1809年2月に、シントラ協定への批判演説をして、 協定への反対票を投じた。1809年にスペンサー・パーシバルを首相とするパーシバル内閣が成立すると海軍教の第3代マルグレーブ男爵ヘンリー・フィップスがパーシバルの許可を受けてパーシーの下級海軍教就任を打診したが公爵に拒否された。続いてパーシバルが自ら公爵に手紙を書き公爵の指示を求めるとともにパーシーを 下級大オークラに任命することを打診したが、やはり公尺に拒否されている。この時期のパーシーは、父の指示を受けて議会に登院しなかったが、1810年1月には登院して投票するようになり、父から出席された。その後も1810年3月に、ワルヘレン遠征で、野党保育党に同調して投票、保育党から指示を期待されたが、5月の、 選挙改革をめぐる採決では反対票を投じた。1811年に摂政王太子ジョージが政権交代を検討すると、公爵は王太子の代表から王太子が公爵と野党の指導者の和解を望むとのメッセージを受けたが、結局王太子が政権交代を断念。パーシーもそれ以降に野党に同調して投票した記録はなかった。同年末には、 公爵がパーシーを貴族院議員に就任させることを望むようになり、1812年2月20日に首相パーシバルが繰り上げ直所の決定をパーシーに告知した。3月12日、パーシーは正式に繰り上げ直所を受けてパーシー男爵位を継承して貴族院に移籍した。1817年7月10日に父が死去するとノーサンバーランド公爵位を継承した。 24日、父の後任として、ノーサンバーランド統監に任命された。1819年11月25日、ガーター勲章を授与された。1821年7月19日に、国王上ジ,ジ4世の戴冠式に出席した。1822年1月16日から1847年に、死去するまで、ノーサンバーランド海軍次官を務めた。 貴族院では1820年に起こったジョージ4世とキャロライン王妃の離婚事件で政府の立場を支持してキャロライン王妃の不倫を批判した。1825年2月8日、イギリス代表としてフランス王シャルル10世の戴冠式に出席した。この時、出費を自腹で支払うことを堅持して、過敏な服装や出立ちを人々に印象付けたという。 帰国した後、政府より1000の価値がある封建を送られた。同年3月23日、数密顧問官に任命された。1829年1月、首相初代ウェリントン公爵からアイルランド総督への就任を打診され、1年か1年半ほどで退任することを条件に受諾した後、2月2日に正式に任命され、3月6日にダブリンに到着した。同日には、 聖パトリック勲章を授与された。アイルランド総督の年俸は3万ポンドだったが、就任にあたり1万ポンド減額を申し出た。アイルランド総督の就任許諾について、同時代のチャールズ・グレビルは回想録で、ノーサンバーランド公爵が富を見せびらかすために、受諾したと述べた。アイルランド人名辞典は、ウェリントン公爵がノーサンバーランドにその富を見せつつ、 王のような挑戦した態度を取ることを期待したとし、オックスフォード英国人名事典は、ノーサンバーランド公爵が、就任あたり、王のようなパフォーマンスをするよう命じられ、実際に、ダブリンへの道中のスタッフ,フォードシャーで9万ポンドの価値があるプレートなどを持ち、兵隊の護衛を受けて進む、馬車隊が目撃されている。就任後は、下馬表通り、アイルランド総督の宮廷における格式を、 昔のようなビさに回復させた。ノーサンバーランド公爵の総督就任はちょうどカトリック教会弾圧法案の可決と重なり、ウェリントン公爵は7月にはノーサンバーランド公爵にアイルランドの安寧を維持するよう強い手段を持って臨むことを促した。1829年カトリック神と救済法が可決された後もダニエルオコンネルなどの合同解消派は、 活動を続けており、ノーサンバーランド公爵は、オコンネル来の対抗として、リチャード・レイラー・シェイールなどの恩恵派を利用した。内閣への助言としては、オコンネルが合同解消を同義したら、彼の言い分を辛抱強く聞くべきである。そうすれば、不動の証拠をもって、彼を論破できると述べた。1830年11月に、ウェリントン公爵内閣が倒れると、 ノーサンバーランド公爵もアイルランド総督を辞任した。1839年から1841年頃に建てられたノーサンバーランド公爵の彫像。現ロースタインサイドにて2018年撮影。退任以降は、政界引退してノーサンバーランドに住み、時々ロンドンのノーサンバーランドハウスを訪れる程度だった。第1回選挙法改正には、 反対したが、アニックカースルに住む時期が長く、大きな役割を果たすことはなかった。文化面では1823年5月1日に、王立教会フェローに選出されたほか、ロンドン高校教会フェローにも選出され、1834年より大英博物館理事の一人を務めた。1834年から1840年まで、ケンブリッジ大学総長補佐を、 1840年10月21日から1847年まで総長を務めた。1835年にケンブリッジ大学に大きな望遠鏡を寄付し、望遠鏡を置く建物や装置するための費用も捻出した。1847年2月11日にアニックカーセルで死去23日にウェストミンスター寺院のセントニコラスチャペルに埋葬された。 息子がおらず、爵位は弟アルジャーノンが継承した。第2代ノーサンバーランド公爵の指示を受けて、ローンストン選挙区で当選した第6代、順番借ジョンスウィンバーンは1806年の総選挙で、パーシーが父の指示を受けて、ケンブリッジに向けた後に、ノーサンバーランドに赴き、さらにコーンウォールに向かわせられたことについて、ホーウィック死者に対し、パーシーが 父の思い通りに行動させられ、まるで区別のようだと評した。ただし、英国議会誌では二大公爵を、王兵で、気難しいと酷評し、その死をもってパーシーが、束縛から解き放たれたと形容した上、パーシーに高い評価を下した。同時代のハリエット・アーバスノトは、公爵を、愚かで退屈な男、クロイソス並みに裕福で、豪奢な生活を好んだと評している。 ホランド男爵夫人、エリザベス・フォックスも見栄を張るが、中身がないと酷評している。庶民院議員の就任直後に1807年、奴隷貿易法への賛成演説をして、さらに奴隷制度の廃止法案を提出したほどだったが、1807年以降に奴隷制度について発言したことはなかった。一方、カトリック解放問題では、ハイトーリーとして知られ、 1829年のアイルランド総督就任も前任者の初代アングルシー公爵がカトリック教徒に同情的な態度をとって解任された直後の任命でアングルシーより確固とした態度を持って臨むことを期待した任命だった。しかしアイルランド総督の就任を許諾した手紙ではウェリントン公爵が首相としてカトリック解放問題を解決するのであればそれを支持すると述べた。 ノーサンバーランド公爵と同時代の人物であるチャールズ・グレビルはノーサンバーランドに政治感がないと記述したが英国人名辞典では奴隷貿易問題とアイルランド総督としての行動を理由にこれを否定しているアイルランド総督としてはオックスフォード英国人名辞典では愚かではないが鈍感で想像力に欠くと手厳しい評価が下されたが 何も考えない鈍感さと公爵への絶対的な信頼はカトリック解放の実施を見届けることには必要だったとも評している。アイルランド人名辞典はノーサンバーランド公爵が精力的に働き、ウェリントン公爵もノーサンバーランドの決心と慎重な助言に感銘を受けたとしており、英国議会史に至っては合同以降のアイルランドでは最高の総督だったと言えるとした。 一方、同時代の人物からは低い評価が下されることが多く、ロバート・ピールがアイルランドを治めた最高の総督と評した他は、タイムズ紙が不法で公尺がアイルランド総督として完全に嫌われるための才能も行動力もないと酷評しており、同時代には公尺の想像力のなさについて生活難に陥った職行の代表者にウエストコートを 注文したというジョークがあるほどだった。ノーサンバーランド公爵夫人の肖像が1829年。1817年4月29日、シャーロット・フロレンティア・クライブと結婚したが、二人の間に子供はいなかった。グレビルによれば、シャーロットは愛想よくユーモアに富む人物で、夫婦関係では彼女が主導的だったという。ありがとうございます。